ゴール前付近水沢競馬場付近の空中写真。東側に見える川は北上川である。1976年撮影。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成水沢競馬場の場外勝馬投票権、発売所である J プレイス水沢についても記述する。水沢競馬場は北上川のほとりに所在し、 森岡競馬場とともに、岩手県競馬組合が主催している。在宅投票システムは、オッツパーク、楽天競馬、スパット4が利用可能である。東欧競2世や、名声オペラ、東方エンペラーなどが過去に所属。東欧競2世の業績を称えて、岩手県競馬の年度末開催に、東欧2世記念という岩手県住所を開催している。 なお2011年3月11日に発生した東日本大震災の影響でスタンドが被災したため復旧工事を行い12月10日より再開した。なお場外としての発売は地方競馬は5月16日から再開しており中央競馬の場外発売も10月8日の開催から再開した。フルゲートの変遷についてかつて 第4コーナーの奥には使用されていない発伊達ゲートが置かれ、発泡盾で施行されていた名残が残っていた。1600メートルの発送地点は、第4コーナーの手前から斜めに引き込み線を引いた位置にあり、1300メートル、1400メートルなど、スタンド側から発送する、出走場の待機所も1600メートルの発送地点のそばにある。 1600メートルのポケットは1982年に完成。それ以前の1600メートルは3.4、コーナー中間地点にゲートを置いて行われていた。スタンド2階では J プレイス水卓として中央競馬の競争の馬券も発売しており、すべての中央競馬開催日に発売を行うほか、その日に前日発売の対象となる競争がある場合はそれも行う。 岩手競馬の非開催日には全レースを発売するものの、岩手競馬の開催日の場合は発売は、各競馬場の9.1011レースと、障害重症競争、前日発売のみとなる。2021年3月13日より、J プレイス水択として営業しているものの、それ以前は、ウィンズ水択として、JRA の発売システムを用いて発売していた。 ウィンズ水クとしての営業時は JRA 前、開催日に開催前場のメインレース発売と、重症競争の前日発売が行われていた。なお6時投票券のカチューマ投票券、自動発売機のみの設置で友人の発売窓口はない。J プレイスへの移行に伴い、JRA の発売システムで発売された馬券の払い戻しは不可能となった。ただし、移行期間として、 2021年5月8日までは J プレイス水卓で JRA の発売システムで発売された馬券の払い戻しを受け付ける。発売、発売なし水沢競馬場で開催される競争のみを記載。M は岩手競馬の独自グレードによる格付け。出展、岩手競馬2021シーズン重賞。特別日程2歳3歳3歳以上以前はフューチャー競争。 ホープフル競争と2種類の競争が存在した。パドック、ありがとうございます。